平野スケスは日本の政治家。東京都三宅村の元村長。2000年の三宅島火山噴火後の2004年に村長となり、2005年以後の全民帰還の陣頭指揮をとる。また、噴火災害からの復興を目指すオートバイによるイベントなどを党内で開催し、賛否両論を呼んだ。1948年、東京都三宅村に生まれる、大東文化大学卒業。 2000年6月、三宅村財政担当時に、島内火山の大噴火が起こり、村民全島避難が開始され、後に、東京都港区に設置された、三宅村東京事務所の所長となる。2004年の村長選挙に立候補し初当選、以後2012年まで2期8年間村長を務める。2000年に発生した火山の噴火による災害の復興策、及び、 観光客誘致などを目的として2006年当初はイギリスの万島で行われている万島 TT レースを参考に東京都知事である石原慎太郎が行動でのオートバイレースを提唱した計画では島を周回するコースであり2006年5月には石原都知事や平野宮家村長らは行動レースの手本となる TT レースの視察で万島を訪れている 1> 第1回目開催前は、行動レース開催ということで話題になり、出場準備をする者も,もいたが、協賛自体や行動レースが先送りとなり、最終的にはオートバイによるパレードやドラッグレースなどが行われ、行動による大規模なレースは開催されなかった。以後、携帯を買いながらも毎年開催され、2012年は名称をウェライド、 三宅島エンデューロレースとして10月に開催された。ありがとうございます。